の目で見極めなさい。魚人島の危機を救った麦わらの一味はジンベエらに見送られて出航し、ついに新世界へと突入した。灼熱と極寒の地に分かたれた謎の島パンクハザードを発見した一味は、島内を調べるために上陸を決断。それを追うように新世界 G5 支部に所属を移したスモーカーも島へ入った。やがてスモーカーは島内で謎の研究所を発見する。そこにいたのは、新たに桜花七部会の座についていたトラファルガー・ローだった。対峙するスモーカーとロー、そこに麦わらの一味も現れて乱戦状態になるが、彼らの真の敵は別にいた。この島で兵器を開発していた科学者マスターシーザー・クラウンである。ローはルフィに海賊同盟を持ちかける。シーザーさえ誘拐できれば四皇の一人を引きずり下ろす策があるというのである。同盟を承諾したルフィはシーザーの勢力に戦いを挑んだ。しかしシーザーのガスガスの身の能力によってルフィ、さらにはスモーカーまでも敗退。ローもまた突如現れた G5 基地長ベルゴによって囚われの身となる。やがて事の全貌が明らかとなる。シーザーの後ろ盾となっていたのは七部会の一人ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。シーザーを支援していたベルゴもまたド・フラミンゴに従う海賊だったのである。ド・フラミンゴはジョーカーと呼ばれ、兵器の調達を請け負う闇商人として暗躍。その庇護下にあるシーザーは今この時も新型の殺戮兵器死の国の実験をしようとしていた。ルフィとローはシーザーを捕らえるため、スモーカーは部下を裏切ったベルゴにけじめをつけるため再び戦いを挑む。ベルを。問題ない。実験はいつ始まるんだ。時期だ。モネ、映像を出せ。はい。うん？おお、自由だ。さあ、お前らをどうしようか。どうするかもう決めてやんだろう。さっさと。早く鎖を解いてください。何でも言う通りにしますから。ふざけんな、たち。海賊に媚びてまで命が惜しいか。今は土下座してでも命を乞うべきです。ここで死んだら部下も全員見殺しに。女の方がいくらか利口だな。作戦は続行だ。今度こそシーザーを捕らえるぞ。暴れるぞ。まずは麦わら屋の仲間 G5 の海兵を救う。頭数を増やす。いいか、囚われている奴らは門番を通せ解放できるはず。私は G5 の解放に向かいます。よし、子供を助けるぞ。海賊どもと共闘することになる。行きましょう。仕方ねえ、行くぞ。まだ仲間が捕まってんだ。助けてやってくれ。うん、
貴重な実験体を逃がす。まもなく作業完了します。ああ、その作業が済んだらそこを離れなければ危険だ。離れられればの話だな。ああ、トラブルです。なぜか扉が閉じてしまって部屋から出られません。なぜかじゃねえ、俺が閉じたんだ。シュロロロロロ、お前たちは実験台第一号だ。光栄に思え。そんな、マスター助けてください。さあ、生まれてこい、殺戮兵器死の国。島の景色を一変させちまえ。ああ、ガスがもう、なっけ。シュロ、シュロロロロロロロ、やったぞ、成功だ。灰のようにまとわりつくガスは全身を一気に麻痺させる。もっと見せろ、地獄絵図を。この施設に侵入したのが運の尽きだな。貴様も死の国の実験体にしてやる。助かったぜ。他の仲間も捕まってんだ、頼む。行きますよ。まずいぞ、シーザーに狙われてる奴らを脱出させろ。中将が助けに来てくれた。わあ、あんたの死眼なんか食らっちゃ命が。みんな離れて。そいつはもうあなたたちの知る男じゃない。ベルゴさんがこんなことするわけねえ。こいつ偽物だ。誰だ。レディーが俺を呼んでいる。お前、なぜ。女の涙の落ちる音がした。麦わらの一味の黒足、偽ベルゴと戦う気だ。助けてくれるのか。俺たちも援護。お前ら何してる。さっさと逃げろ。クロワシのワンちゃん、ありがとな。お前黙れ貴様ら。いいか、声援なら俺は黄色いやつしか受け付けてねえんだ。邪魔をするな、そいつの問題だ。一番嫌いなせいです。ここまでです。観念しな、ホワイト。リシグル。お前に関わっている暇はない。
まねえな。他の仲間も助け出してやってくれよ。ようやく自由の身か。誰一人生きてここから出すんじゃねえぞ。これ以上の攻撃、ここも危ねえ。仲間を死なせたくなければシャッターの奥まで逃がすんだ。シャッターの島から先に進めねえ。カイヘイ、お前ら管制室に行って開けてこい。マブスター、よし、シャッターを開けりゃいいんだな。ホノカ、 G5、 急え、こっちは時間がねえ。薄夏に守る。お前ね、大切な実験体が逃げ出した。SAD の製造室を破壊しに行く。
白領や、お前はどうする？仕方ねえ、行ってやる。これ以上任務の邪魔をしないで。こいつロギアの能力者だ。お願いします。行きますよ。私は残ります。彼女を止めるには私が必要かと。ああ、お前も行けよ。邪魔だ。私の自由です。邪魔だと思うのもあなたの自由。じゃあまずお前から片付けるってのも自由か、女海兵。できませんよ。あなたは私を切らないし、あの女のことも切らない。そう思ったところだった。やっぱりね。彼の弱点教えてくれてありがとう。なめられたもんだな、雪女。そりゃ俺にも切りたくねえもんがある。だが、え、女に手を出さないんじゃないの、この男。何、聞くな。絶対に人を噛まねえと保証できる猛獣に会ったことあるか。俺はねえな。ここを守らない。協力を求めんのか。喜んで協力するよ、パシリックワン。俺の部下に手出してんじゃねえよ。
です。観念しな、一刀流。我が物を通わる石だ。真似してやがる。ベルゴ中将はな、こんなはみ出し海兵の俺たちをいつもかばってくれる仁義の男だ、偽物。ベルゴ、あいつらお前をまるで親のように慕ってやがる。こんな裏切りはねえ。七長の私が何をしようと勝手だろう。ベルゴ、熱くなるじゃないか、スモーカー君。俺の正体を知った者たちはどの道消えるしかない。お前がどれだけあいつらと長く付き合っていようと、百歩譲って基地長だろうと、俺の部下に手出してんじゃねえよ。ここまでです。観念しな、一刀流。我が物を、これで終わりだ。カウンター一撃だ。これで終わりだ。ベルゴ3、やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ、そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてる。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。生きがってくれるじゃねえか、小僧。大丈夫か、フェルゴを切れさせてやしねえか。昔覚えてるか、どうなった。お前、フェルゴを
ちれさせて一体どうなった。お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。海賊ベルゴ、モネもベルゴもやられちまっただろ。死の国の注入範囲をさらに広げろ。シャッターを閉めろ。部下どもが巻き添え切っても構わぬ。施設内全域に火の国を流し込んでやる。俺の能力で味方を脱出させる。お前ら、俺を援護しろ。我が優秀な部下たちよ、急ぎ管制室を取り戻してくれ。全て出し切ってやるさ。何をグズグズしてやがる。こうなりゃ俺が直接手を下すしかねえな。めちゃくちゃにしやがって。これじゃ研究所内の全域に死の国を流し込む作戦が台無しになっちまうじゃねえか。え、死の国を全域に。マスター、それってどういう。しまった、うっかり口を滑らしちまった。研究所内にはまだ多数の同志が残っています。我々はどうすれば。
うるせえ。死の国こそが俺の実力、てめえらの代わりなんざいくらでも調達できるんだ。そんな、マスター、俺たちを使い捨てにするつもりですか。黙れ。人間は皆本気でてめえの身を守ろうと考えた時、敵を殺す手段を欲する。みんな俺が必要なんだよ。世界を平均まみれにして俺は死の国の王となるのさ。シュロロ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 ロ。マスターは俺たちが何人死んでも構わねえぞ。あいつ嘘ね。大体集まったか。今から俺の能力でお前たちをここから逃がす。トラオ、俺は逃げねえぞ。当然だ。後の始末は残った俺たちでやる。白領屋はどうする？俺も残る。 G5、 お前ら先に行って船の準備をしとけ。スモヤンが残るなら俺たちも残る。逃げ遅れた仲間がいるかもしれねえし、あんたらの逃げ道も確保しとかねえと。バカ野郎、仕方ねえ。無茶すんじゃねえぞ。話は済んだ。さっさと終わりにするぞ。おう、シーザーをぶっ飛ばしてやる。シャンブルズ。
でです。観念しな、この者。これで終わりだ。カウンター、石倉。こうなったら、さあ俺の力となれ、死の国。シュロロ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 、これが俺の科学の力だ。素晴らしい出来だ。この神経に働きかける速度たるや、もはや芸術。おい、どこ行く？麦わらのルフィ、急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもうこの島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。お前、俺の部下にしてやっても。フリズリーマグナム、イゴゼラ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上、すぐに追手が来るぞ。そうなのか。よし、分かった。宴だ。おい、海兵が海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で、兄貴。ロウ、お前麦わらを利用して何を始める気だ。利用ね。どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだ。さあ、麦わら屋の一味を俺の手に負えるかどうか。